こんにちは。こんにちは。東京国際キルトフェスティバル布と針と糸の祭典2012、今回で11回目を迎えます。この通称キルトフェスが今年も一昨日から始まりました。はい、昨年は私たちも会場から生放送をさせていただいたんですけど、私初めてあれだけたくさんのキルトを間近で見ることができて本当感動しましたね。原さん、ちょっと圧倒されてましたよね、はい。今年は NHK のスタジオからお送りしていきます。で、今年はですね、やはり去年の東日本大震災で被災された皆さんを励まそうという思いですとか、被災地の復興を願ったメッセージが込められた作品が多いのが特徴なんですね。番組ではそういったエピソードや思いを詳しく紹介してまいります。では早速、まずは今年のキルトフェスの見どころから紹介しましょう。会場の東京ドームには大小色とりどりの作品が展示されていて、毎年9日間の会期中に全国各地から25万人を超える皆さんが訪れています。ね、こちらは今年の特別企画、不思議の国のアリスのコーナーです。キルト作家鷲澤玲子さんとお仲間350人が不思議で楽しい物語のシーンをパッチワークキルトで表現しました。海外の貴重なキルトも展示されています。永遠のピースヘキサゴンのコーナーでは、古くから世界中で愛されてきた六角形つなぎのキルトの魅力を紹介。1830年代の名品をはじめ、海外のアンティークキルト15作品を中心に展示されています。キルトでおもてなしのコーナーでは、日本を代表する8人の作家の皆さんが個性豊かなおもてなしの空間を作りました。家族や友人と過ごす温かで楽しそうな食卓の数々です。こちらに会場の東京ドームの簡単な見取り図を用意しました。ご覧になりましょうか。ホームベースがこの辺り、こちらが外野席ですね、はい。一塁側三塁側です。今 VTR でご紹介しました不思議の国のアリスはこちらライトの辺りですね。そして永遠のピースヘキサゴンは逆側こちらで、キルトでおもてなしのコーナーはこちらです。これから番組の中で紹介していきます各作家の皆さんの新作キルトの共演のコーナーはこちら、それからこの見取り図で今ピンクのラインで示しているところは毎年たくさんお寄せいただきますパートナーシップキルトです。そして東京ドームの真ん中にはドーン、皆さんお待ちかね日本キルト大賞もあります。これも後ほど紹介していきますよ。スタジオにはゲストをお迎えしています、はい、キルト作家の上田陽子さんです。よろしくお願いします。上田さんは、まあ、出展される作家の目から見てですね、はいはい、今年のキルトフェスどんな印象をお持ちでしょう。今年は特にやはり日本中がね悲しくておもむるしい気持ちに包まれている中、私たちキルトを愛する者たちが針と糸とでまた絆を深め合いたいねという気持ちでいっぱいの会場になってます、はい。では上田さんの作品も展示されています、はい、各作家の皆さんの新作キルトの共演のコーナー、針に託した願いのコーナーから紹介していきましょう。日本を代表する34人の作家が共演する針に託した願い。東日本大震災からの復興と再生を願って作られたキルトの数々が展示されています。宮本よし子さんは昇り来る朝日とまさに今羽ばたこうとする白鳥に希望を託しました。村田美代子さんは新しい芽が明日に向かって芽吹くと信じながら作品に向き合ったそうです。純白の布に思いを込めたのは吉田恵子さん。何度でも蘇る不死鳥に再生への願いを込めました。こちらは野沢のり子さんの作品、つなげる、つながる。テーマは被災地の復興に携わる現場の人々への応援です。人と物、そして心がつながり、一日も早く安心できる生活が送れるようにとの願いが込められています。続いては藤本涼子さんの一人じゃないよ。
東北地方の地図の上に描かれたのはハートで囲まれた温かな色合いのたくさんの手。互いに助け合い、一人じゃないよと優しく声を掛け合うことの素晴らしさを表現したそうです。針に託した願いに出品した作家の一人、和歌山雅子さんです。宮城県石巻で被災した知人をなんとかキルトで元気づけたいと考えた和歌山さん。娘の恵美さんと共に震災直後から世界各地の友人に呼びかけ、応援メッセージのキルトを集め石巻に届けるという活動を続けてきました。20以上の国々からおよそ8000枚ものメッセージが集まったといいます。これはどこの国かしらね。ポルトガルやルクセンブルク、そしてドイツですね。こちらはアメリカの刀を作ってくれたピースなんですけれど、やっぱりセンチとインチの違いがあって、こんなにちっちゃなサイズになったりとか、この他にも本当にさまざまな国の方が参加していただいて、聞いたことのない国の方もいらっしゃいます。送られたメッセージキルトは石巻の人たちが自分たちの手で縫いつなげ、タペストリーに仕立てました。そして世界中から寄せられた温かいメッセージの数々に、和歌山さんが触発されて作り上げたのが今回の新作キルト、あなたと私のキルトです。青と白の淡いコントラストが優しい印象のこの作品、とても細やかなピースワークで作られています。いくつものリングが交わるパターンは人と人とのつながりや絆の尊さを表しています。この大きな星には被災した人たちに希望の光を届けたいとの思いを込めたそうです。他にも植物や建物のモチーフを多く使い、復興への願いを託しました。たくさんの方に気持ちが届くようにと、本当に細かいピースワークを、どこにでも持って歩いて縫いまして、で心を込めて一枚一枚仕上げました。皆様のこう思いや願いがいろんな色や形に生まれ変わって、またそれがキルトに刻み込まれてますよね。各作家の皆さんの表現がまたそれぞれ個性的なのが、見ていても、あ、こういう表現もあるんだって思いました。メッセージは見た皆さんね、応援のメッセージなのに、表現が変わってくるということなんですね。上田さんはいかがだったでしょうか。そうですね、皆さんそれぞれこう細かい針目に縫い目を思いを込めた方もいたり、あとこう応援を絵キルトで表現されたり、すごく多彩で見応えがあって引き込まれますよね。それぞれの作家の皆さん、自分ができることをということで活動された方が多かったようですね。実際にいろいろボランティアで被災地に行かれた方もいましたし、あとは寄付金を、集めるためにインターネットでこうキルトを売られたりとか、で私たちは、たまたま4月、震災の後の4月に、生徒さんたちと、フランスでキルト展をしたんですが、でその時に急遽自分たちでこういろいろものを作ったものだったとか、あとちょっと日本の生地だとかを持って行って、でチャリティーセールをして、ですが、すごく思いがけずにたくさんの方から支援いただいて、本当に世界中に広がった支援の力を肌で感じることができて、すごくこう力になりました。現地で急遽チャリティーセールをして、売り上げをじゃあその義援金が、そのままもう送りました。向こうの、フランスの皆さんの、その反応というか受け取り方はいかがでしたか。街を歩いてるだけで皆さん心配して声かけてくださって、お子さんからお年寄りまで、で広がっていますね。すごくそういう点では日本のこうニュースがね、そういった上田さんの取り組みも経てですね、作品をお作りになったということで、今日は実は、会場からスタジオにその上田さんの作品をお借りしましたので、ご覧いただきましょう。新しい光とタイトルがついたこちらの作品なんです。すごいですね、色がまた力強くて、なんかいつも
こう空の上にある太陽がこう下にちょっと降りてきてくれて私たちになんかいろんな希望を与えてくれて、ありがとうございます。温かい作品ですね。どんな思いからこの作品になったんでしょう。そうですね、なかなかやはりあのテーマがテーマだけにあのやはり私自身もショックであのしばらく針を持てない時期がありました。であのいろいろ考えたんですけれども、あのもう最後こうシンプルにあの直球でやはりあのどんな辛い時でもあの夜が明けて太陽が出てくるとあの明るく希望が差した気持ちになるので、その太陽をモチーフにして作りました。心にいつも太陽というようなところでしょうかね。これ近くで見るとまた金色ですか、キラキラした光が、はいはい、本当にこう綺麗な線を描いてるんですね。キルティングラインがね、はい、あの作品の見どころ、はい、ポイントとしてはこだわりはどんなところですか。ですね、自分としてのこだわりは、はい、あの普段割に大雑把なピースワークなんですが、ピースが、ね、はい、大きめでいらっしゃる、はい、で今回はあのいろんな方の生活とか、うん、いろんな方の思いとかそれぞれにあの思いを馳せてピースをこう一つ一つちょっとこう不規則にして、なるべくいろんな種類の生地使って、はい、あのブロックあのパッチワークのこのブロック のデザインもあの1枚1枚一応変えて描いたつもりなんですけれども、均一の大きさじゃないんですね、はい、ピースがね、はい、いろんな大きさがあって非常に細かいんですよこれ。それがこの絵をちゃんと描く、はい、そうですね、はい、そのようにされたのは何か理由が終わりなんでしょうね、はい、そうですね、均等じゃないと、やはりそこにこういろんな人の生活とか、うん、あの思いがあるよっていうようなこう人それぞれ違うじゃないですか、はい、そんなのを入れて、であの真っ赤っかにしなかったのはあのこう気持ちをこうあの赤だとちょっと強いかなと思ったので、うん、あのこう寄り添う感じ あの太陽にしたかったので中央部分が、ね、色が、ね、はい、優しい色をちょっと入れました。なるほど、一つ一つ ね、その不揃いのピースはあえてそうしていて、はい、まあ、人間一人一人を表しているということなんでしょうか、ね、はい、思い込みかもしれませんが、はい、新しい光というね、はい、上田さんの作品して紹介しました、ここまでは、各作家の皆さんの新作キルトの共演について紹介しましたが、続いてはですね、はい、私と原さんが司会を務めます、はい、素敵にハンドメイドの皆さんから、ご応募いただきました、はい、パートナーシップキルトについて紹介していきましょう、はい、こちらは視聴者の皆様から20センチ四方のキルトトップをたくさん送っていただいたんですね、はい、今回もたくさんお寄せいただきまして、はい、それらをつなぎ合わせて大きなタピストリーがまたいっぱいできました。会場を飾っていますよ。今年のテーマは三角四角が面白い。11,112枚の応募作品を小関鈴子さんが監修され、85枚の大きなタペストリーに仕上げました。応募された皆さんは会場で自分の作品がどこにあるのか探すのも楽しみの一つです。ご覧になってますね。今年はパートナーシップキルトにも震災支援のメッセージが数多く添えられています。頑張れ東北といったメッセージやハートをデザインした作品が目立ちました。さらには三角と四角のピースで岩手県陸前高田の一本松を描いた作品もあります。こちらの作品にはこんなメッセージが添えられていました。陸前高田市の一本松が人々に希望と勇気を与えています。周りに仲間の木が増えるまで頑張ってほしいという願いを込めて作りました、ね、周りに木が集まるようにという、まあ、展示になってますが、はい、いかがでしょう。三角と四角であの一本松を作ってしまうっていうのも、ね、本当はそんな、ね、シンプルな形でも自分が思ってるものってできてしまうんだなっていうのが ね、とても小さなこう空間から伝わってきました。伝わってきましたね、はい、上田さんは今回のパートナーシップキルトどのようにご覧になりましたか。あの本当にパートナーシップキルトこういろんな方 あの作品のこう思いが集まって一枚になっていくっていうプロジェクトなんですが、はい、あのパートナーシップの一番やっぱりこう醍醐味が今回すごく溢れてて、うん、あの素晴らしいので皆さんに見ていただきたいですね。今回ご自身も被災をされて、そしてその被災地からその思いを作品に込めて送ってくださった方がいらっしゃいました。ご紹介しましょう。福島県相馬市、去年の震災では津波によりおよそ1000棟もの家屋が流出、今なお1500を超える世帯が仮設住宅での暮らしを余儀なくされています。
その仮設住宅の一つにパートナーシップキルトの応募者を訪ねました。現在一人暮らしの大川節子さんです。はい、どうぞ。キルト歴25年の大川さん、これまで数多くの作品を作ってきましたが、その多くを震災で失ってしまいました。部屋には何とか流出を免れたわずかな作品が飾ってありました。よく見るとどの作品にも画鋲の錆がついています。完全に津波を浴びてますので、錆びて剥がすのにこれは大変でした。でも諦めきらずやっぱり持って帰ってきました。残ってくれて嬉しかったです。2枚だけでも。今回の震災では大川さん自身も津波をかぶり、自宅は全壊。一時はものづくりへの気力も失いました。しかしお気に入りのタペストリーが流されずに残ったことで、再びキルトを始める元気が出たといいます。よいしょ。キルトを再開するにあたり、まず取り組んだのが泥まみれになっていた布の再生です。もうあの水腐ってね、あの腐敗して泥臭かったです、キレそのものが。だから洗っても洗ってもね、泥、そのヘドロの匂いと水の腐った匂いで、ダメでしたね。匂いがいつまでも取れなくて。そしたらばすぐにボランティアさん入ってくれたの。大きなねブラシね、手でね、この半分ぐらいのでね、シャーってやったんですよ。でね、こここうやって透かしてみると、ここにヘドロが残ってるの分かるでしょ。そこ今度集中的に小さなブラシでまたこうやって洗うんです。ほんでね、2日にわたって十何人で洗ってもらったの。だからもうすごくボランティアさんには感謝ですね。ボランティアたちの助けと大川さんの布への愛着から生まれたのが今回の応募作品です。津波によって変色してしまった布、あの3月11日の記憶が刻まれたキルトです。被災したキレで布って自分のキレだから、後から買ったのって新しいっていうのはね、思い出がないんですよね。自分のこの気に入ったキレが残っててくれたってのは、あんたは流れなかったのねっていう思いでしたね。大川さんが暮らしていたのは海沿いの町、松川浦です。家族と共に船の無線や発電機などを扱う会社を経営していました。自宅があった場所は今は更地になっています。ここが玄関だったんです。で、玄関の脇に一軒置いて階段があって、で階段に逃げたんですよね。で、詩人の私のキルトやってる部屋はここだったんです。で、津波はまっすぐこう入ってきたはずなんですよね。隣接していた会社の建物は今も残っています。2階まで浸水しましたが、3階は被害を免れました。ここに被災後に作った大切な作品が置いてあります。去年の夏、3ヶ月かけて完成させたタペストリーです。多くの人たちに見てもらいたいと、被災を乗り越えた布だけで作りました。この綺麗が、こんな綺麗な色で、これね、お嫁さんに昔ね、赤ちゃん生まれた時に作ってやった綺麗なんですけど、この綺麗がこの色に変色しちゃったんです。これ驚いたの、私も。残った布で復興の証として、やっぱり皆さんにお見せしたいという希望があって、このタペストリーが出来上がりました。大川さんは20年ほど前から地元の公民館でキルト教室を開いてきました。生徒の半数近くが被災し活動を休止していましたが、周囲からの要望もあり7月から再開しました。すると今までキルトをしたことがないという人も加わり、今では去年の受講生の数を超える盛況ぶりです。被災して仮設にいるし、ここに来ると
全部忘れちゃうから癒されるのかな。今原子力避難もしてるんですね。それでそのことも忘れて、もう一心になってできることがとてもいい機会だったなと思ってます。多分作品見るたびにこの時期を思い出すんじゃないかと思ってます。縫うのが好き、縫ってるのが好き、教えるのが好きだから、やっぱり生きる証ですね。生きた証っていうのが私のキルトですね。津波に流されてしまった布、本当に変色していますよね。でも大事な布がちゃんとね、すくう、割れて、しかもやっぱり針を握る元気がまた、そうですね、お母さんの中でこう芽生えてくれて、本当良かったなと思います。震災以前よりも多くの方が集まるようになって、嫌なことも全部忘れて楽しめると支えになっているようでしたね。そうですね、本当に失ったものはね、想像が私たちができないくらい大きいと思います。だけどまたここでね、得たものというか人の輪っていうのと、すごく大きな財産をまた得られて、これから発展して、ね、くださるんじゃないかなと思います。無事に残った布、この子、あなたは残っててくれたの、ああいう気持ちってやっぱお分かりですかね。私たちもこの子とこの子を合わせましょうとか、擬人化して布を使うんですけれども、今大川さんのコメントを聞いていて、あ、分かる分かると思って聞いてました。本当にこのキルト作りが皆さんの気持ちの中で強く、ね、支えになってるんじゃなということがよく分かりました。今回は皆さんからいただいたキルトトップで85枚の、ね、大きな旅そりができたんですが、今回のキルトフェスティバルでもやはりチャリティー抽選券が会場で売られていまして、それをご購入いただいた中から当選された方にこれが贈られます。チャリティー抽選券の純益は中央共同募金会を通じて東日本大震災の被災地に贈るとともに NHK 厚生文化事業団の福祉活動に役立てられます。このようにみんなで作ったキルトを、チャリティー抽選するということが、よくキルトの世界ではあるんですって。そうですね、はい、ありますね。キルトを作る人、あとそれをこう展示する方、あとまたその生地、キルトの作らないけれどもくじを買って参加するっていう参加の仕方があるので、作らなくても参加できる、はい、ぜひ、はい、くじを買って参加してほしいと思います、はい、みんなで参加ができるパートナーシップキルトの紹介でした。はい、特別企画の一つ、鷲沢玲子さんがキルトで描くファンタジーの世界、不思議の国のアリスです。白ウサギを追いかけてアリスが迷い込んだ摩訶不思議な世界、その名シーンの数々がパッチワークキルトで再現されています。トランプの王国を取り仕切るのは気ままで残酷なハートの女王、裁判にかけられたアリスの運命やいかに。この花瓶に生けられたバラの数々、実はヨーヨーキルトを9枚重ねることで一輪の花に仕上げているんですよ。こちらはあの有名なシーン、帽子屋が開いためちゃくちゃなお茶会、テーブルに並んだ色とりどりの飾りやお菓子、帽子屋やウサギなどのユニークで愉快な登場人物、これらすべてが布で作られているんです。物語のシーンを飾る楽しい小物などアイデアいっぱいの作品はおよそ350人の仲間たちで作り上げました。アリスにちなんだタペストリーも見応え十分。鷲沢さんの教室に20年以上通っている三浦桃江さんの作品も展示されています。タイトルは夢を灯す。光沢のある質感が気に入ったというベロアの布で描いたのはトランプの兵隊にちなんだハートのエースです。そしてこちらは鷲沢玲子さんの新作、不思議なお茶会です。錯覚を引き起こすデザインを取り入れ、本当は平行なラインが斜めに見えるという不思議な印象のタペストリーを仕立てました。
東京国際キルトフェスティバル布と針と糸の祭典2012、今年のキルトフェスの見どころを紹介しています。さあいよいよ皆さんお待ちかね、今回で11回目となります日本キルト大賞を紹介していきましょう。はい、この日本キルト大賞は新人作家の発掘とあと育成を目指す国内最大規模のキルトフェスティバルです。はい、コンテストはご覧の6部門で行われます。はい、今回は1655点応募作品ありまして、会場には入選作品が展示されています。ではまずですね、その中から今回奨励賞に選ばれましたある方を番組では取材しました。岩手県陸前高田市にある介護老人保健施設です。小山千景さん、臨床工学技師として人工透析が必要な患者の治療に当たっています。小山さんが奨励賞を受賞した作品がこちらです。タイトルは心を一つに。小山さんの職場の写真を囲むたくさんの緑のリボン、小山さんはこのリボンがあったからこそ今回の作品を作ろうと決意したといいます。小山さんが働く陸前高田市は3000戸以上の家屋が全壊するなど東日本大震災で甚大な被害を受けた被災地の一つ。震災の時、小山さんは勤務中でした。半壊した建物から駐車場に逃れ、そこで町が津波に飲み込まれるのを目撃しました。あそこまで波が行ったんですね。ちょうどここの田んぼ全部ガーッと行って、でこの平地にほとんどビニールハウスがあったんですけど、それが結構バーッと全部流されて学校の校庭の手前で止まったんです。震災当日はこの施設で200名を超える利用者と100名近いスタッフ、そして避難してきた住民たちが帰宅できないまま不安な夜を過ごしました。入所者とか利用者の方々にみんなこの施設の中にある布団とかそういうリネン類全部寒いので使っていただいたんで、私たち何も着るものがなくて、で一般の避難者の方々もこちらに結構いらっしゃったんで、その方々と寒さをしのぐのにカーテンを全部外して、それにくるまって一晩寝ました。その後数日にわたって電気やガス、水道などが途絶え、不安を抱えながら入所者のケアを余儀なくされました。極度の疲労とストレスが続く日々にスタッフの間にもトゲトゲしい雰囲気が蔓延してきたといいます。被災から1ヶ月後、その状況を打破しようと看護部長の入沢さんがチームワークを高めるためのアイデアを提案します。同じものをみんなが何か印をつけていると何か輪ができるんじゃないかなって思ったんですね。何がいいかなって考えた時にやっぱりこうリボンがすぐに出てきたんですね。なんかこう勇気をもらえるような若草色のっていうのにちょっとこだわったんですけども。しかし物資が乏しい被災直後、同じ色のリボンを揃えるのも簡単ではありませんでした。一番最初の材料がリボンがなかったんですね。買える店もなかったので、職員の中の一人が緑のチェックのシャツを、もう着なくなったシャツを持ってきて、それを切って作ってつけてました。出来上がったリボンは施設のスタッフはもちろん、ボランティアや自衛隊員など施設で活動する全ての人につけてもらいました。その結果、スタッフ同士が互いを気遣うようになり、自然と笑顔も増えていったといいます。震災から3ヶ月、少しずつ日常を取り戻し、リボンの役目も終わろうとしていた頃、小山さんの胸にある思いが湧き上がってきたといいます。あとはなんかちょっと捨てたくなったりとかすると思うんですけど、それをしない方法をなんとか残せないかなって思って、で私にできることってキルトを作ることぐらいだったんで、リボンをね残すんだったらキルトで役に立てることはないだろうかっ
って思ったのが最初です。そして生まれたのがこの心を一つにです。中央にあるのは施設の写真。土台の布は建物の壁の色と同じ色にしました。主役である緑のリボンは円を描くように縫い付けました。スタッフの間で生まれた輪をリボンの輪で表現したのだそうです。リボンの数だけ現場で力を尽くした人々の思いがこもっています。残ったリボンも何とか生かしたいと考えた小山さん、仲間たちに呼びかけもう一枚タペストリーを仕立てました。でこのキルトは私一人ではなくて他のスタッフみんなで一枚一枚合わせて作りました。参加するスタッフにはメッセージを一言添えてもらうことにしました。みんなで一枚のキルトにして、でメッセージを書いてもらうことでみんなの心が一つになったんじゃないかなと思います。震災から10ヶ月、もうリボンはつけていませんが、小山さんのキルト作りをきっかけに職員たちは定期的に集まってキルトや季節の飾り物などを一緒に手作りするようになりました。夢中でやってる時には本当に何もわからなくて、一歩一歩の時には振り返ることができなかったんですけども、今になってみると本当に頑張った足跡みたいなもんです。復興への本当に一歩一歩のがそれぞれのリボンに込められてて見えるんだと思います。やっぱり人は一人では生きていけないなっていうのをすごく感じたので、そのことを自分自身でも思い起こさせるためにも、そしてこの職場を復興させるっていう意味でみんなで力を合わせたっていうことを思い出させる意味でもすごく意味のあるタペストリーだったなって思います。職員の人たちの気持ちもあるんですけど、あとは震災復興に協力していただいたボランティアの方々とか自衛隊の方々とか、あと全国からすごいたくさんの支援をいただいたので、そのいただいた支援にお礼をしたいなと思ってます。感謝の気持ちが伝わればいいな。緑のリボンが並んだ小山さんの2枚のキルト、スタジオにお借りしてきました。向かって右側、こちらが奨励賞を受賞した作品ですね。心を一つにというタイトルがついています。そして残ったリボンで作ったというみんなのメッセージがね、寄せられた作品がこちらです。いかがでしょうか。なんかすごくメッセージがまた一つ一つ残されていたり、はい、ペンで、ね、細かく書いてあるんですよね。ちょっと見てみましょうか、はい、うん、笑顔で頑張ります、はい、ゆっくり少しずつと書いてますね、うん、はい、でもこうやって皆さんのリボンがね捨てられずにこう生きるととして残って、うん、しかもすごく可愛らしい作品ですよね、うん、リボンがたくさん並んでいて、うん、ね、色もなんか建物と同じ色のピンクが、奨励賞の方はねピンク色の壁の色と一緒にしたと言ってましたが、はい、使われていたりして、はい、なんか見てるだけですごく気持ちが落ち着く作品になってますよ ね、うん、ね、どのようにご覧になりますか。なんか私はすごくチェックが可愛いなと思って、ね、工夫したシャツを使った、ね、シャツだったっていうので、ね、聞いてびっくりだったんですけれども、うん、この背景もね今回知れてよかったなと思いました。やっぱり極限の状態の中で、ね、うん、職員の皆さんがギスギスしたところを、うん、ね、このリボンのおかげでまた一つにまとまって、うん、ね、その思いをこうやってキルトにということで、うん、はい、ね、しかも毎日すごいお忙しい中、うん、これだけの作品を作られるって、ね、本当に大変すごいエネルギーですよ ね、 ね、うん、皆さんそれぞれの思いを一つのものにこう形にできるというのはこれ、うん、ええ、やっぱりキルト特有の良さなんじゃないでしょうかね。そうですね、形に残りますもんね。足跡っておっしゃってましたけど本当そうですね、うん、このようにして何か一つの思いを忘れないようにということで、うん、みんなで一つのキルトを作るというのは、はい、古くからやはり行われていたことなんでしょうか。そうですね、キルティングビーとかいろんなお祝いとかそういうこう行事などに合わせて作るっていう習慣はねキルトにあることなので、うん、とてもキルトのあるべき形で素敵だと思います。一つ一つのリボンが復興の一歩一歩の足跡だとおっしゃっている方もいました、うんうん、はい、なんかね
その後なんか手芸部が発足していたようで、そうですね、男性もいらっしゃって、ね、いましたが、はい、またね、次回の作品も楽しみに待ってますって感じですが、ね、本当に小山さんの奨励賞の作品、ね、紹介させていただきました。ではいよいよお待ちかね、1655点の頂点に立った日本キルト大賞上位4作品の紹介へと参りましょう。フレンドシップ賞に選ばれたのは埼玉県の15歳真壁亮さんの I want to go to スリランカです。いつか行ってみたいというスリランカに思いを馳せて作りました。2センチほどの間隔で入れたキルティングライン、一生懸命さが伝わる張り目と味わいのあるダイナミックなデザインが評価されました。続いて埼玉県白石千恵子さんの作品レースペーパー、こちらはハンドメイキング賞を受賞しました。その名の通りレースからパターンを起こしキルトに仕立てたもの。落ち着いた上品な色合い、そしてレース編みをアップリケで表現するというアイデアと繊細なテクニックが光る作品です。純日本キルト大賞には千葉県吉政君江さんのエブリデイ古希に贈るが選ばれました。テーマは夫が定年後に始めた家庭菜園、手入れや収穫を手伝ううちに愛おしくなってきたという野菜たちと畑仕事をする夫の姿が描かれています。夫の古希のお祝いにと作ったこの作品、丁寧な仕事ぶりに深い愛情が感じられます。見事大賞に輝いたのは島根県の石飛悦子さんの作品絆です。動きのあるデザインと布使いの妙、そして緻密な仕事ぶりが評価され、審査員全員一致での大賞受賞となりました。受賞者の石飛さんは島根県出雲市の日本海を望む町に暮らしています。普段から自宅に近い海岸に来ては作品のイメージを膨らませています。今回の作品も震災後海を眺めながら構想を深めました。3月11日に大震災がありまして、皆さんが避難所で助け合って力強く生きておられる姿とか、そういうのを毎日報道で見ておりまして、絆の大切さっていうのを痛感してこの作品を作りました。この魚の群れているのを人と人のつながり、輪を持ってという気持ちを持ってつけました。二枚貝っていうのは二つが合わさって幸せっていう感じを表現しようと、で渦巻き型に貝をしたんですけれども、この重なりでお互いに絆を持ってっていう意味で作ってみました。見る人を魅了するのは大胆、そして緻密に施された刺繍です。装飾として作品に華やかさを与え、さらに全体に立体感を生み出すように計算されています。貝の大きさに変化をつけて遠近感を出そうと思ったんですけれども、なんで表現しようかと思いまして、刺繍糸の色を変化をつけさせて遠近感を出すように作ってみました。石飛さんがキルトを始めたのは25年前、以後独学で励んできました。こたつ布団や座布団など趣味と実用を兼ねて家族で使えるものを数多く作っています。今回の作品も家族のことを考えながら針を動かしました。作品の裏には震災から得た教訓や家族に伝えておきたい言葉がたっぷりと縫い付けられていました。
か母からなんかいつも言われてる言葉な気がすごくするので、私は一番しっくりくるなと思います。みんなが笑顔になれるように周りに気遣ってくれる母なので、一番母らしい言葉かなと思いました。まあ、本当に何年か経った時、あと、まあ、もしね、そのもしものことがあった時なんかにも後に見ても、あの言葉としてやっぱり残ってると嬉しいのかなと思います。震災で絆っていうものの大切さも感じましたし、あの家族の絆っていうことも頭に入れながら、あの裏へつけました。我が家の宝物として、あの大切に取っておきたいなって思ってますけど。石飛悦子さんの作品絆が、今年の日本京都大賞受賞作品となりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、細かい作品でしたが、どうでしょう。すごかったです ね。あの本当にこう見てると自分もあの作品の中に吸い込まれていく、そんな感じ、力強さがありました ね。あの浴衣地を使ってたんですね。そうですね。上田さんはどういうところをご覧になりましたか。本当に繊細かつ大胆で、あの浴衣地のこう柄がすごくこうまたあのいろんなあのこう遠近感が出てて、あの細かいんですよ ね。細かいですよね。これ全部手で刺繍されてあの貝の刺繍は手でされてるみたいですね。あの貝の、ね、ステッチ部分、刺繍部分の色を中央部分が赤い、ね、濃い色にすることで、それで遠近感を出しているっていうことでしたが、そういう細かいところもね、構図が大胆ですよね。そうですね。そのあたりはどうでしょうか。あのいや、すごく素晴らしいと思いますし、あのこう有機的な、ね、ものをあのすごくこうデザイン的に並べてらっしゃるのも素敵だと思います。これ実際あの私も東京ドーム会場でこれ拝見したんですが、間近で見ててもその細かさで、ね、どうなってるんだろうっていう感じでしたよ。本当に手に取って見たいくらい、見たいぐらいでした。あ、やはりそう思われましたか。そう思いました。ちょっともっとこう距離がね、もっと近くでみたいな感じで見ましたけど、あの二枚貝が、ね、あの渦になってましたが、はい、あの二枚貝ってこう手と手を合わせたような形になってますでしょ、うん、はい、そこに、はい、あのこの形に、まあ、あの幸せを祈りたいという、うん、この絵の願いを込めたということで、うんうん、なるほどとこれも、うん、思いますね。思いました。あのキルトの裏にもいろんなこうメッセージがありました、ね、メッセージが見えないところにもなんかいろんな願いが、ね、はい、込められていましたね。その気持ちが出てますね、表にね、うんうん、お嬢さんたち、あの家族の皆さんおっしゃってましたが、はい、普段から石飛さんご自身がもうおっしゃっていることがあそこにも、ね、反映されているということでしたから、ね、本当に、まあ、その人の思いが作品に出るのかな、うん、ということでしょうか。改めまして日本京都大賞受賞おめでとうございました。おめでとうございました。ということで、今回で11回目を迎えました東京国際京都フェスティバルの、まあ、見どころについてここまで紹介してきたんですが、改めて花さんいかがでしたか。私はあの参加させていただいて2度目なんですけれども、うん、本当にもうえってこう目を疑ってしまうくらい細かい作品がとても多くて、はいはい、でも今年は特にやっぱりいろんなこう願いやこう、うん、はい、そうですね、思いがまた込められていまして、そうですね、ただそれを表現するなんか伝えたいっていう気持ちが強いからこそ、うん、あれだけ多くの作品ができたのかなと思いました、うん、ね、上田さんは改めて今回のキルトフェスの見どころはどんなところだと感じますか、ね、今年寒いですけれども、はい、本当にあの会場はキルトを愛する人やあのこう、ね、布に対する、ね、思いがあってすごい熱い熱気で、はい、あの、はい、溢れているので、うん、あのぜひあの多くの方にあの会場に足を運んで、実際に今回あの紹介しなかったもたくさん素晴らしい作品ありますので、そちらも見ていただきたいなと思ってます。おっしゃる通りです。本当にごくごく一部だけを今、ね、ご紹介したんですが、はい、会場には素晴らしい作品が本当にたくさん待っていますので、はい、ぜひ足をお運びいただきたいと思います、はい、今月の28日土曜日まで開催されています、はい、あの本当に大きい作品から小さい作品まで細かいところまで、ね、ちょっとメッセージが書いてあったりと、はい、本当に見逃せない作品になってますので、はい、ぜひ足をお運びください。本日は上田さん、はい、花さんありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。